しほゆみチャンネルのしほです。イエイ。今回は全力ぶりっ子でザッケンさんの福袋を2つ紹介していくよ。あんぎょーん。よーい。待って、耐えられない。待って、すぐ出ちゃった。ということで開けていくよ。開ける時も可愛くしとくよ。怖いなー、大吉ちゃんなんかも。私ドジっ子さんなので、ちょっと皆さんごめんね。アクセサリーの福袋なので楽しみだね。よし、開けていくよ。あー、すごい、ひとまとまりになってる。丁寧だね。よし、ということで開けていくよ。まず一つ目を紹介するね。こちらのクリップ、黄色だね。ひまわりだ。かわいい。かわいい。次に行くよ。次はこちら。キーホルダーが入ってたよ。これはアクセサリーなのかな、わからないよ。てへぺろ。次に行くよ。次はこちら、ヒョウ柄のバンダナ、かわいい。テンションマジ上げ。グリコかな、ギャルになってきた気がする。確かにグリコというよりギャルじゃん。ギャルだったわ。いくよ。待って、ちょっと待って、無理かもしれない。ちょっと突っ込んだよね。で、こうか。次に行くよ。次はこちら、紫色のカチューシャ、4歳児がつけてそうで、ね、かわいい。つけていくよ。あー、4歳児若返っちゃった。次に行くよ。次はこちら、大きいリボンだね、かわいい。ギャルっぽくね。いくよ。うん、絶対これ私に似合うよね。みんなもそう思わない？だよね、思うよね。よし、つけたよ、かわいい。次に行くよ。次はね、こちらのゴム、2歳児がつけてそう。対象年齢2歳下がった。ほんとかわいいな、これ。学校に今度、高めのツインテールしていこうかな。かわいい。4歳ぐらいの女の子が、高めのツインテールしてそうなゴムでーす。腕につけときまーす。次はこちら。こちらは、シリコンイヤリングだって。すごーい。シリコンって初めて聞いた。すごいね。あ、かわいい。
はこちらのクローバーのピン。待って、かわいい。これ絶対私に似合う。どう？かわいくない？かわいい。これはもう愛用確定だね。皆さんもぜひ買ってね。次に行くよ。次はこちらのピンだね。なんかこれ王冠ついてて、なんかバレエみたいね。バレエはしてる子みたい。かわいいね。ちょっとつけていくね。あ、かわいい。見てよ、かわいい。見てこれ、かわいい。次に行くよ。次はこれ、紫のゴムだよ。かわいい。見てよこれ。次は何かな。あ、ピンだ。次はピンでした。ピンクのピンってかわいいな。なでなでつけていくよ。じゃーん、かわいい。次に行くよ。次は、あー、黄色いシュシュだ。もこもこかわいい。ちょっとシュシュの割にはちっちゃくて手首がきついが、かわいい。次に行くよ。次は、わー、アイスだ。食べちゃいたい。パコッ、うん、おいしい。水色のピンだね。かわいい。次に行くよ。次は、わー、石黒のブレスレット。これはいつもより明るいと思う。かわいい。目につけるよ。かわいい。次に行くよ。次は、あ、チェック柄のリボンだ。かわいい。かわいい。目につけるね。腕がいっぱいになってきちゃった。汗、汗。次に行くよ。次は、わお、鼻がもうカチューシャだね。この上からつけるの大変だな。できた。どうみんな。かわいいね。次に行くよ。次は、ピアスだ。ピアスです。こんな感じの青と、金色のピアスでした。私まだ怖くて開けれなくて、お母さんにあげたいと思います。次に行きます。あ、次ラスト。ラストはこちらの星のゴム。かわいい。このゴムめちゃめちゃかわいくて、今すぐつけたいんだけど、ちょっともうついてるから首につけようと思います。首？間違えた。首に、待って、首につけるの？ネックレス閉まるよ。はい、ということで、あともう一個あるんですけど、パンダちゃん、ちょっと私疲れちゃって、ちょっと休憩しながらこれを開けたいと思うので、開けたやつをね、机に並べたいと思います。商品がいっぱいあって、とってもワクワクした時間でした。皆さんもね、来年こそは福袋買いましょう。ということで、それではバイバーイ。ありがとう、見てくれてみんな大好きだよ。バイバーイ。お疲れお疲れ